チェックインで。はい。じゃあこれから部屋に向かいます。ちょっと電気をつけないとダメですね。改めて室内です。ツインベッド、コンシルジュフロアです。こちらでいろいろ使えるようです。目覚ましとか案内、各社なり案内ございます。空気清浄機、はい、バスルームです。こちらにトイレ、シャワーです。はい、洗面台。アメニティはこちら充実してます。こちら歯ブラシ、ヘアブラシ、ひげ剃り、マウスウォッシュ、綿棒、ボディーローション、シェービングクリームですね。その下にバスソルトが入れております。その下に、はい、スキンケアセットです。メイク落とし、洗顔料、化粧水、乳液入ってます。そしてヘアネットにシャワーキャップ、ヘアバンド、クシが入っておりました。バスローブです。先ほどシャワーブースをご案内しましたが、残念ながらこちらのホテルも備え付けのシャンプー、ボディウォッシュ、コンディショナーになってしまいました。クローゼット、パジャマ4つあります。スリッパもすでに4つ用意されてます。ありがとうございます。はい、ミニバーです。水は2本、エスプレッソ、あとお茶、紅茶あります。グラスでコップ、そしてパーソナルバー入れられております。もちろん有料です。はい、外の景色です。ちょうど夕日が綺麗です。真下に名古屋駅、目の前のビルが若干残念であります。
ちらの方にも夜景が見えますが、久々にギネス飲んだ。ラウンジから見た名古屋の夜景です。名古屋の朝曇ってます。あら、待ってますよ。はい、じゃあ朝ごはん取ってきました。いただきます。これ美味しい。お、塩っかち。名古屋といえば塩かち。こちらも塩かち。うまい。ね、ね。ありがとう。はい、じゃあいただきます。名古屋といえばひつまぶし。そしてフォーもあったね、取ってきました。フォーの中に揚げも入れちゃいました。ひなのつるし火山。